世の中のヒモテを速報でお伝えするモテプロニュースのお時間です。今回は LINE でのモテない男どものニュースが入ってきましたのでお伝えさせていただきます。昨日午後17時、都内無職の男が絵文字まみれカラフル LINE を女性に送るという事案が発生いたしました。それに対し女性は、豊かすぎる感情表現が逆に引く、頑張っている感がうざいと困惑しており、男性は盛り上がるかと思ったと供述しております。一方、荒野浩二は句読点の 20% 以内を目安に絵文字の使用を控えたため、程よくここぞという時に絵文字を使用したためモテモテだったとのことです。続いてのニュースです。昨日午後21時頃、都内無職の男が女性に対して、いつなら空いてるの?と送る事案が発生いたしました。女性の供述によると、この男は1ヶ月に1回のペースでご飯行かない?と誘っており、女性はそれに対し、予定が空いたらと遠回しに断っているにもかかわらず連絡が来ていたとのことです。男性はいつ空いてるかわからなかったと供述しております。一方、荒野浩二はその女性の好みがイタリアンと把握しており、駅近5分ほどにある人気の気の利いたイタリアンに誘ったため、その女性からモテモテだったとのことです。こちらで凄惨なニュースが来ました。既読無視する女性に対して、都内無職の男が、既読ついてるけどどうしたの、忙しいの、何かあったのと送る事案が発生いたしました。それを送られた女性は、謝罪から始まるコミュニケーションしか生まず、それは恋愛感情に発展しにくいといった感情を持たれております。男性は、返事が来ないから不安になった、病気になっているかもしれない、心配したと話しております。一方で、荒野浩二は返信が返ってくるまで待ったためモテモテだったとのことです。それでは引き続き荒野浩二のチャンネルをお楽しみください。ありがとうございました。凄惨なニュースの数々でしたね。 LINE についてはテンションが大事ということでよろしいですか？そうですね、文面で伝わる感情というのは文字だけの情報なので少ないので、勘違いした男性が絵文字で暴走しかねないという罠ばかりなんですよね。なので、ね、世の中の男性の皆様にもお気をつけいただきまして、自分はこういったミスを犯さないようにしていただきたいところですね。やはり不安になることも多いかと思いますが、そこはまず待って、石のように、いや岩石の、いや惑星のように待って。そうですねはい、本日のニュースは以上となります。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。タッタバルルタッタッタタッタバルルタッタッタッタバルルタッタッタッタバルルタッタバルルタッタッタタッタバルルタッタッタバルルタッタッタ